長崎。キッカーは20番の大竹。ゴール前です。ヘッドで決めたがどうだ。これは今これこのシーンなんですけども、ここのシーンです。ここに香川がいるんですが、そうですね、このゴールエリアのラインに14番西谷選手がいる、そこが最終ラインだと思うんですね、はい、そうですね、そこと並んでたかどうか、この角度からだとちょっと分かりづらいんですけれども、ただゴールエリアのと考えると、はい、後ろから飛び出してきたというような感じですかね。これ今14番ですね、これゴールライン、はい、ゴールエリアのラインを踏んでいるので、